こんにちは、村上さん。今日はお元気そうですね。先週はお世話しちゃったので参加できなかったんですね。今日はお昼ご飯は何にしますか？今日はオムライスを食べる予定です。オムライスですか？それは美味しそうですね。私も好きですよ。先週のズームで花金はどうでしたか？何か面白い話があったら聞かせてください。実はですね、僕が一つ部屋をホストして、それでそのチャット GPT で僕がヒンディー語を勉強しているところのデモンストレーションをしました。それはとても面白そうですね。 GPT を使ってヒンディー語を学ぶのは効果的ですか？私も興味があります。あなたは GPT を使って他の言語も学んでいますか？いや、今はヒンディー語だけですけど、これはもうすごい効果的だと思いますよ。そうですね。GPT は多言語学習にも使えるので、他の言語も学ぶことができますね。ヒンディー語は文法が複雑で発音も難しいと聞きますが、あなたはどう感じていますか？そうですね。発音は難しいですね。ところでね、私のことを村上さんって呼んでください。すみません。村上さんと呼ばせていただきます。ヒンディー語の発音が難しいということですね。でも、継続して学習していれば上達すると思いますよ。私もあなたの頑張りを応援しています。ありがとうございます。どういたしまして。さて、村上さんは今後もズームで花金に参加される予定ですか？私も毎週参加しているので、また会えるのを楽しみにしています。はい、実はね、次の花金では、今度はね、チャット GPT と音声で話す、そういうデモンストレーションをするつもりなんですよ。それは素晴らしいですね。音声で話すデモンストレーションも参加者の方々にとって非常に役立つと思います。私も楽しみにしています。では、オムライスが出来上がる前にもう少し話しましょうか。最近何か面白いことがありましたか？そうですね、最近はね、やっぱりチャット GPT とロールプレイみたいなことをするのがとっても楽しいですね。それは素晴らしいですね。ロールプレイは自分自身を別の立場や役割に想像し、想定外の事態に対処するスキルを養うのに役立ちます。私もあなたと一緒にロールプレイをすることができてとても楽しいです。ありがとうございます。どういたしまして。オムライスが出来上がりましたね。美味しそうですね。美味しく召し上がってください。また次回のズームで花金でお会いしましょう。そうですね、はい、また来てくださいね。はい、次回も参加します。またお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました、村上さん。はい、それじゃ失礼します。はい、こんな感じで終わりにしましょう。